はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイというわけでやっていきましょう。本日はフェーラルホードでございます。やってきました。133日目のフェーラルホードでございます。今日はね、何をしないといけないんだっけ。なんか今逆走してるのいなかった。今ちょまずくないそれ。ちょやばいよね。おい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 って感じなんだけど、まずいってそれは。待って待って待って、これ使おう。うい、経験値経験値、おいしいです。ドリンク飲みました。でこれをリペアしないといけないよねっていうね。今は別に近づいてもいいのか。おーおー、オブレルトラップめっちゃ仕事しとる。待て待て待て、ハゲタカ大事。なん逆走、うわうわやばい、ハゲタカが邪魔すぎる。そして逆走するのがちょっとよくわかんないっすね。ここのリペアは欠かさないようにしなきゃね。で、ここも、あ、いらないか。また飛んできてる、ハゲタカ。マジ、あいつの攻撃がさ、なんていうの？ブレードトラップじゃなくて、おーおーおー、変なところに当たってさ、発電機とか壊れたら溜まったもんじゃないよな、っていう。やばくない？壊れ方えぐくない？ここらへん大丈夫？うーわうーわ、よし、ちょここらへんもチェックしていこうか。回ってないんだけど、そもそもが回ってなかった。オンにする、オンにする。なんバチバチいってんな。今日抜けなかったな、あんなバチバチいってんの。よかったね、運が良かったかもしんない。よし、ちゃんとリペアして。あ、経験値、あ、経験値バフ大丈夫だ。おお、ちゃんと警察官の頭取れてるな、偉い。いいですよ、ハゲタカ来てますよ。うわ、弾がない。ふいー、もう一撃。いいね、ちゃんと倒せて偉い。よいしょ、リペアしましょう。リペア大事よ。あとはこっちのチェック。いいね、内側もリペアしとく、ちゃんと。これロックしてない？俺もしかして。これロックしてるけどな、打ってんのかわからんね。よし、リペア。ん？まあちょっと削りしただけですね。よいしょ、あいつは当たり判定でかいな。羽に当たっても今落ちたね。なんだこいつ、ダメだよ。リペアリペア、いいねいいね、今日の安定っぷり半端ないね。
おお、レベル上がっとる。おいしい、おいしい、いいですよ。なんならスチールがまだまだ余裕があるのがすごいありがたい。やっぱ500個ぐらい持ってからエメラルフォード受けないとダメだな。500個ぐらいあれば余裕だね。1匹いたらもう1匹ぐらいいないな。リロード前に倒しとこうかと思ったけどいなかったわ。よいしょ、いっか。これはでもいっか。ここだけちょっとチェックして、ちょ、内側の電気もチェックするか。こっちはやっぱ削れないね、内側は。うん、削れなさそうだ。よいしょ、これも大丈夫、大丈夫そうだね。いいね、安定。ちょっとカバンの量多いな、ちょっとカバンの量多いな。欲出しちゃうか、欲出しちゃおう。よいしょ、うわ、ここチェスト置けねえ。これも拾えないわ。こっちでいっか。うわ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 、うわ、強化しちゃったスチールに。それはちょっと違う。リペアして、よし、じゃあよく出しちゃいます。よいしょ、青いカバンからかな。よいしょ、うん、すごいすごい。うおうお、拾えねえ。あ、スタックできたっぽいな、どうやら。どうやらスタックできたっぽい。缶詰、俺インベントリーの中もスタックできるのあるのでは。よいしょ、リペア、リペア、リペア、オッケー。こちらも大丈夫、変なもん殴られてない、大丈夫そうだね。殴ってるやついたけどな、今な。ダメだよ、やめてください、やめてください。ちゃんとちゃんとみんな順番に並んできてるんだから。よいしょ、もうリペアしとこうか。よいしょ、近づきすぎたら殴られそうで怖いんだよな。あ、あれ取れるか。あ、なんか今変なとこ削れてなかった、大丈夫。下削れてたら下はリペアしときたいもんね。よいしょ、ゴーゴー言うとるわ。おー、え、死んだ、大丈夫、死んでない。ちょっと今リペア対象だな、そこな。ここは結構削れてる可能性があります。やばい、あ、よかった、走ってってくれた。多分これの下だよな、だよな、だよな。どうやってリペアするんだそれ、困った。まあいっか、なるほどな。ちょっと別の問題が出てきましたね。なのでやっぱ上はこのプレートがよかったっぽいね。殴られて下がリペアできないことが判明しました。あそこ壊れるしかないんだよ。ペラルフォード終わるまでここの下修理できないわ。
あ、なんかバチバチ言ってる。全然、おお、削れてた。結構削れてた。よいしょ。これも突っ込みまーす。待って、経験値足るよ。よいしょ。おお、じゃあこれリペアしなきゃ。そうだよな。これ当たってる？当たってない？わかんないね。とりあえず、リペアしていきます。いいね。ここカバンも落ちてないんだよな。どうして？どうしてだ？結構倒してるはずなんだけどな、そこも。削るだけ削って倒してないのかな？可能性はあるね。削り担当で、倒す担当ではないと。おっ、びっくりした今。こいつが今高いところまで来てたよね。一瞬ドキッとした。持てない。よいしょ。あ、ハゲタカ見っけ。こことはまだいるかな、ハゲタカ。見つけられないね。リペアしよっか。リペア、リペア。うわ、やっぱハゲタカどっかにいそうだな。2匹いる、3匹いる。痛い、いっぱいいる。よし、ちょっと待って、嫌な予感するから一回ここら辺チェックするか。大丈夫そうだな。ここら辺削れたらマジで終わるから。よいしょ、 OK。 意外とさ、ちゃんとリペアすればなんかブレードトラップ3つ4つにどうにかなるレベルだったりする。あとハゲタカを倒すためにどっか広範囲でやる必要があるかな。また行ってる。お、嘘。どんだけ。超近接で当たんなかった。見た。よし。ノーマルハゲタカだね、今はね。よいしょ。あ、やっぱあのさ、遠距離攻撃してくるハゲタカ、でかいのかも。地面に落ちてるやつでかかった今。頭が突き刺さっとる。よいしょ。おー、レベル上がった、最高。わお、わお、すげえことなってる。このブレードトラップが一番仕事しとるな。そしてあの銃のタレットが仕事してるかがわからん。上げたか撃ってるようには思え。弾が湧いてきた。撃ってるようには思えんよな。撃ってなくね？言ってんのか。なんで？なんで擦り傷を負った？もう訳わからんってよ。また右からハゲタカ来るし。多くね？痛い。何が来てるかわからん。
何の声聞くかわからん。念のため食っとこう。回復。よし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 、リペア。なんか抜けてきてるぞ。なんで抜けてきてんだあいつ。やばいやばいやばい。今ハゲタカも後ろから来てる。だるいってだるいって。あ、撃ってた今。今銃声聞こえた気がする。ようやく初めてじゃね、銃声鳴ったの。よいしょ。ああ忘れてた、あいつのリペアすんの忘れてた。こいつだっけ。あ、どこいたっけあいつ。あの下のグレードトラップのやつ。なんでこれ、こんな削いてんの。え、下のブレードトラップどこだ。ここか。ここっぽい。いや違うな違うな。お、朝です。朝です。ついにヘラルコード終了。これ感電してるだろ。これなんで帯電してるのにあいつ死なねえんだよ。やべえだろ。よし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 、リペアリペア。今までで一番いいんじゃない、ヘラルコードとして。ちゃんと。あ、なんで。ちょっとちょっとあなたたちどっから入ってきたのかな。わけわかんないとこ穴開けてるね。何が起きたんだよお前ら。ダメだろそれは。変なルート開拓されなくてよかったね。よいしょ。オッケー。よし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 。あとこいつぐらいか。あら、いた。よし、終わりか。多分終わりっすね。よし、止めよう。お、ちゃんと止まりそう。ちゃんと止まった。あ、一個だけ止まってない。一個だけ止まってなかった。ちゃんと止まったと思ったのに。ダメだ、一個止まってねえわ。こいつが動き続けてる音だけ。どうすればいい。ここにとりあえず詰め込めばいい。どうしようか。一旦やっぱりセキュアチェスト作って、どんどん上でいくわ。上のフェルセキュアチェストが、一旦セキュアチェスト作って、でここに後ろから詰めていこう。後ろから詰めていこう。よし、 OK。 で音鳴ってないけど止まってるんで、あ違う、音鳴ってるけど止まってるんで大丈夫なはず。消える前に回収していきましょう。チェーンソーがあったね今。
あ、ここついに壊されちゃったんだね。なるほど。すごい量のアイテムがあるぞ。うわ、やば。カバンのオンパレードや。ちょっと一旦これ出るか、もっと出るか。よし、一回出よう。どうやって出る？イエス、イエス。これでこっちに詰め込もう。入らねえ。もう一個セキュアチェスト作れない。こういう時はこっちでいいや。コンテナに突っ込む。これ、あ、これでいいや。あ、逆じゃねえやろ。うん、大丈夫。ヒヤッとしたわ今。違うチェストに突っ込んだかと思った。さっきのあの大事な方のチェストに。で、青いのから優先的に取ろうか。消えちゃったら困るから。青いの比較的いいの入ってるはずなんで。今日はあれだね、赤いカバンがないね。赤いカバンは今日はない日かな。あ、ブレードトラップ死んでるわ。あっちの角に置いた気がするような、しないような。よいしょ。じゃあ残りも漁っていきましょう。モテそう。うい、終わりかな。いいね、いいフェラルホールだったのではないでしょうか。だ、完全にゾンビたちと対峙するためにはあれだね。何が必要？違う、この槍じゃないよ。この槍じゃなかったね。何が必要かな。やっぱ空中、空中これどうなったん？撃った？4発しか撃ってないんだけど、マジ？なんで？上向けすぎてたかな。こっちとかが良かったかもね。こっちとかね。プン。これやったら俺死ぬのかな。やめとこう。絶対当たるわ。だからこれ、こうやったら俺がやっぱ入りそうだから、こうだよな。だって俺がいるところにさ、撃とうとして俺が射線かぶったら終わりだもんな。危ない危ない危ない、止めなきゃ。よし、こっちの本とかも取るか。フィスト、これだけかな。多分これだけだね。使う。じゃあ一旦どうする。一旦全部閉まって、まず弾薬から持って帰る。一旦これ弾薬だけど、弾薬じゃないけどね。まあ弾薬とこれと、いや、これも1本は売っていいな。600だってまあまあ値段ついてる。まあ使いそうなやつかな。弾薬、医療品、食事はいいや。とりあえず弾薬と薬、医薬品。うわ、 M60 落ちとる。マジか、 M60 落ちるんだ。へえ。うわ、斧も。あ、待って、これ斧、俺青い斧使ってた気がするから、アップグレードできるかも、ワンチャン。あ、スワットヘルメットだって。どう違う？ちょっとだけ強い。ちょっとだけ強くてライトがついてるだけだわ。っぱら、こんな。で、矢も取って、
旦これをしまってくるかも。一旦はしまってこよう。一旦しまってきて、こっちなんか壊されとる。一旦こっちにしまってきて、ひょ、こんなにいらんから持ってく必要ないかな。こんなに持ってく必要ない気がするよな。スパ医薬品、レーションは逆にいらないかな。輸血バッグは必要になるかもしれない。多分必要なもんばっかり入ってるはず。ショットガンタレットとかどうするっていう話よな。使わないかな。多分サムマシンガンタレットのを使うもんね。だから多分高さもちゃんとやって、あれかな、結構制限した方がいいのかな。あのゾンビの、ゾンビってハゲタカの来るルート、そしたら強いかもね。飲み物とかのねえじゃん。そしたら強いかもしんない。とりあえず売ろう。Speak with me, friend. まあまあ買ってくれた。いらないポンとか。よいしょ。Pleasure doing business with you. Pleasure doing business with you. こっちに登る必要なかった。いいね、いいね。もうちょっと、もうちょっと改良を加えれば、もっと安心安全のフェラルホールを迎えれそうだね。次売り物持ってっか。これはつか、これ売れないんだよな。ワンチャンさ、60発入ってたりしない？入ってないか。待って。なんで6スロット全部空いてんの、もうすでに。あ、じゃあ4スロット。え、レベル1でも4スロット空いてるのってあるんだ。へぇー。へぇー。そうなんだ。それは知らんかったね。M60 はキープだろ、さすがに。ヨークローバーいっぱい持ってるもんな、多分な。これ改造して。改造して色だけ取ろう。ヨブツもいらないだろ。こんなもんかな？で、そしたら、一個なんかわかりやすいの挟んで、挟まなくていいか。よし、R で回収。R で回収。スタックできなかった。よいしょ。ご飯持ってくるの忘れた。チェーンソーと M60 出たのでかいね。チェーンソーと M60 はちょっと想定外かな。満たす。え、ないのこれ。むしろ。満たすだから次のスタックになった分ってことなのかな。よいしょ。使っちゃおう、コーヒー。飲み物の剣持っていきたいよねっていう話。コーヒーを持ってっていっか。で、材料。こいつら持ってく。これスクラップ。これちょっと謎。謎もこっちでいいや。金どうした方がいいのかな？売っ払っちゃっていいのかな？ M60 はどうしよっか。二丁持ちもありな気がしちゃうんだよな、M60。これダイヤモンド。ノコギリはいらないか。動力パーツはいらないか。
これ以外全部売るか。改造。よし、売ろう。おっかねー。お金がなくてあれだったからね。なんだっけ。飛び降りた時にダメージ食らってた。ダメージつかデバフ食らってた。やっぱこれ売れねえんだよな、スタンバトン。よいしょ。お金いくらになって。7000だって。しかも今回フェラルホードで稼いだ分だもんね、これね。もともとあったのは何も売ってないはずなんで。多分。良いのではないでしょうか。よし。これを下に寄せてって。こうっすね。こっちから入れてこう。弾いっぱい持つすぎ。持てねえな、これ多分俺。そうだよな、持てないよな。そんな気がしてた。マグナム弾とかいらんくね。どっか捨てとこう。マグナム弾とかいらねえよ。宝の地図もいらねえか。お薬とか。どっちもいいや。よし、こんなもんか。飲み物も入れといてあげる。うわ、今整理ボタンやっぱ押すべきじゃなかったね、今。嫌な予感がちょっとしたんだよ。飲み物入れとこっか。グロスボもいらない。よし、火炎瓶とか持てねえじゃん。いらない、お茶置いとくか。クロスボー、火炎瓶こっちでいいか。別にどうせフェラルホードだし。よし、じゃあこれで撤収。リペアだな、最後に。最後に次のフェラルタゴードのためにリペアしていきましょうか。なんだこれ。ああ、回ってるだけ方だ。で、OK。うーわー、最悪だ。最悪だ。ここ？ここじゃないな。ここもか。ここ削られたんだよな。謎に殴られてた場所ですね。まさかコンクリートがない。そんなバカな。マジか。チェーンソー、なんか1マスでなくなるのない。なくなるのないな。いや、今スタックされたぞ、どっかに。あった。こうっすね。で、とりあえずリペアして。ここなんなん、ここなんなん。まあいっか。よいしょ。大丈夫そうだね。で、どこかに足、身長低いゾンビ処理する施設もちょっとかましときたいよねっていうので、ここにでも置いとくも、なんなら上からリペアできるだろ、ここだったら。もう次までここでフェラルホードやるんかいって話になるけど。石拾えないから落ちてってんのか。なんだこのポロポロ落ちてんのはって思ったら。いや、これいらないな。これこっち壊したあ、大丈夫だ。奥もう1ブロックあるわ。奥もう1ブロックあるならいけるわ。
このポロポロ落ちてく石が気になって仕方がないけど、イエス、こうなんで、やっぱこっちじゃねえか、やっぱこっちじゃねえか、よいしょ、こうだよな。こういうゾンビ上がってこなくなったりして、なんで、うわうわ、こう石に邪魔されとる。スタックできないんだよ。よいしょ。よいしょ。あ、そうだ、俺食べ物あるじゃん、ここ。もしかしてだけどさ、この擦り傷さ、バンテージでも治ったりする？使っときゃよかった、もっと早く。もっと早く使っときゃよかった。これいっか。こうなったらやっぱりさ、こっちのブロック埋めときたいよねってなるんだよな。ゾンビが来てほしくないから。こっち埋めとく？あ、でも埋めたらリペアしにくくなるから、ちょっとこれに関しては上から様子見て考えます、ちゃんと。よいしょ。オッケー。なんで、これリペアします、あれリペアします。つまりこっちの外側だったらいいわけだ。つまりこっちの外側だったらいいわけだ。つまりこっちの外側だったらいいわけだ。違う、これの、上バージョン、イエス、これだったらリペアできるし、ゾンビ邪魔できるしでいいわけだ。いいよね、いいね、リペアできる、できる。 OK、 じゃあ配線工事だけしとこう。配線工事、ここからつなげるかな。もう溢れてる。あ、上限いってなかった。電力も余裕ある。よし。なんで、やられる方でやります。で、あと電気柵どうすっかな。もう一本電気柵さ、用意してさ、なんかループ系にして、5秒動いて5秒止まってみたいな、そういうことやってもいい気もするよね。とか、もしくは、今更できないんだけど、向こうみたいに、うわ、なんか削れてる。危な。ここみたいに一箇所溢れる場所作っちゃって、そこにゾンビが溢れて、いっぱい来た場合はゾンビが溢れてそこでも処理されるみたいな。ここめっちゃ溜まるじゃん。だからここに2マスぐらいになって、最短ルートはこっちなんだけど、ゾンビ溢れてきたらこっち側にも来て、こっち側でもミンチかけるよみたいな、そういうエリアがあっても面白いかもね。うわ壊されまくってた。そのゾンビ貫通してきてたなとか思って見に来たら危なかったね、意外とね。意外とここ危なかったわ。開通してこっちからゾンビ上がってきたら、たまったもんじゃなかったかもしんない。はしご切っといてよかったよ、こっちマジで。ここのはしご切ってたな、英断だったな。マジで。マジでやばいこと起きるとこあった。ゾンビに、うわ、新しいルート開拓してたわ。こんなとこが全部ゾンビ上がってきた。マジたまったもんじゃない。
よいしょ。どうだっけ、これか。チューブ。よかったな、ここの壁ちゃんと2枚にしといて。偉かったわ。おいおいおい、溢れたって。溢れたって。よし。ってことはこっち。こっち薄いのに誰も来なかったんだ。段差上がるのは嫌うのかな、やっぱり。可能性ある？いや、近づくから上がりたいよな、むしろな。やめとこう。こっち全部一周削ってやろうかと思ったけど。ありか。逆にありかもしんない、それ。ちょっとやってみよう。オーカーを探して、逆にちょっと今思ったのがあって、ここ削っとくか。今思ったのがあって、ちょっとそれ次のフェラルホードのために試してみよう。いや、良くないのかな、でもな、分からんな。今ゾンビって下がるの嫌うんですよ、自分から遠くなるから。それを利用して この一マス離れたところ、ここに斜面を作っちゃえば、ここによ、俺にあの壁に近づくために一マス下がるから、いや下がりたくねえよっつって行かないのではっていう。あ、これ木でもよかったな、別にコンクリートである必要なかった気がする。うわ、出たよ、この壊せない、触れないブロック。いや、もうこれで、だこれでこっち完全にリペアしとこ、全部。そしたら次のフェラルホードで削られたかどうかが分かる。次までここで受けるかは分からんけどね。もう実はもう向こうに準備できちゃって、向こうに行くかもしんないけど、もう一回ぐらいはお世話になっちゃう気もするから。オーマイガー。ああ、ああ、ああ、よし。取っとくか。取れねえわ。取れるわ。よし。というわけで、じゃあ今日はここで終わりにしましょうか。違う、ここじゃない。あとあれだ。電柵もう一本ぐらい足しとくか。あっちの電柵どうなってんだって話だから。多分こっちね、繋がってないのではっていう。いや、繋がってそうだな。ちゃんと繋がってそうだな。あ、やっぱこれじゃね？こいつだよな、犯人な。繋がってないわ、そしたら。なんか減ってねえなって思ったんだよな。あれ？俺なんかやりました、これ。やっちゃいました、俺もしかして。これやっちゃいましたね、きっとね。どれだっけ？これかな。やっちゃいましたね。なんで、こっちだわ。これに繋がなきゃいけないのか。多分これ？これでいいのかな？本当に感電するか不安だけど、きっと大丈夫でしょう。しなかったらもう諦めるわ。こっち見れば分かるか。こっちは感電してたから。あ、大丈夫そうだね。感電してない。
しそう。よいしょ。うわ、すごいここ。めっちゃ仕事しとるやん。まあ、ずっとフェラルホールここで頑張ってるからな。リペアせずにめんどくさがって、俺が。いいですね。こちらも頑張ってるわ。頑張ってるわ。なんか開通してるんだけど。大丈夫？ルート開拓されてない？大丈夫？よいしょ。あれ、なんか削れてるよ今。大丈夫かな。あー、そっか、リペア用の材料こっちに置いといた方がいいな。スチール500ぐらい置いとくか。500はやりすぎ？結構置いといていいよね。200、300ぐらい、フェラルホールを。498。鉄も必要じゃなかったっけ？鉄も入れとこう。498入れすぎな気がするけどな。まあ、いっか別に。スプリング多分使わない。よし、これでいいでしょう。よし。というわけで、じゃあ今日はここで終わりにしたいと思います。次回、帰ろっかな。また。荒れ地で、トラップ作りか、荒れ地でちょっとクエストやるか、考えておきます。というわけで、あ、これ、乗り換えよっか。改造する。いやー、持てねえの嫌だな。まあ置いてっか、もうちょい。ガレージドア使うじゃん。コンクリートとかもさ、ちょっとさ、あれないよな。作っときたいよな。はい、こんだけあれば足りるか。コンクリートブロックにしてこれ置いてきます。ブロックにして置いてきます。ゾンビが来てるわ。違うな、こっちにいるとこ。逆に自転車を持ってっても良いのでは。一台あってもいいか。よし。意外とコンクリート作ってたっぽい。水だけ持って、水は大事。よいしょ。で、あとご飯を持って帰ろっか。水、ご飯10個、1個食べちゃおう。よし。というわけで、じゃあ今日はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。録画終わってないよね、さっきかね。うん、しっかりしたセメントは持ってってもいい気がする。余ってるから、こっちは。石とか持って帰ってきてもいい気もするよね。なくなっとる。こっちもなくなっとる。あ、火止めとる。大丈夫そうだな。というわけで、ご視聴ありがとうございました。静止画でした。